き目薬が欲しいにつながるのよ。鷺の宮めぐみって知ってるだろ。告白しようと思うんだ。え、はあ、どうせめぐみに飲ませる方法なんて考えてないんでしょ。大出血サービスでめぐみには私が飲ませておいてあげるわ。鷺の宮さん、やっぱり高嶺の花だよな。せめて友達になりたいもんだよ。お？あいつうまく飲ませてくれたな。サンキュー。ただ単に感覚を AB にしちゃってるってだけっぽいわね。放課後に薬学同好会の部室まで来てよ。そうすればわかるから。待って、まったくミソったら。ここに来ればわかるって言ってたけど、げなく影響が出ちゃってる感じなんだわ。これが鷺の宮さんは平気なんだな。平気よ、放っておけば抜けるから。そういうわけだから、ほらさっさと行きなさい。めぐみはもう教室を出ちゃってるわよ。向山くん、あのミサがここに来るように。ううん、めぐみさん、俺はあなたが好きだ。めぐみさんは俺のことどう思ってるの？私はあなたが欲しいの。はじめくんが欲しくてたまらないの。めぐみさん、いいんだな。はじめくんのこと好きだから、お願い。なんだかんだとラブラブになれたようで何よりだわ。それじゃあ私は晴れて愛のキューピッドになれたようなので、お役目ごめんってこと。はじめくんのことを何とも思っていないなら惚れ決め飲めるわよね。わかったわよ。飲めばいいんでしょ。飲めば。何よ、私は最近のはじめはちょっとかっこいいかななんて思ってないだからね。はじめくん、男を見せなさいよね。私の彼氏でしょ。またまたミサったら冗談が好きなんだから。だから冗談なんかじゃないんだよ。だからさ、なんでミサが彼女で私が2号さんなわけ？そこはやっぱり後から来た方が遠慮して一歩引くべきでしょ。あれあれあれ、だってめぐみってば小意地に後先関係ないって言ってたじゃん。いいわ、めぐみと私2人の惚れ決めを作ってはじめに飲んでもらう。ね、うん、互いの惚れ決めを飲んでもらった上ではじめくんに決めてもらえたんならその意向に従うよ。というかさ、はじめはきっとどっちも好きなはずだから、これはもうより気持ちよくしてもらった方が制裁ってことになるのかな。